2019年7月26日、夏休みの宿題は7月中に終わらせよう。そんな感じで、18思略を読み進めていきたいと思います。ただいまは18思略、牧野7、南宋。高宗の時代、正弘19年の記事からいきます。正弘十九年、欽首丹、その下の資するところとなる、共に上書、魏王、梁を立つ、敏王の孫なり。正弘十九年、欽首の丹は、その部下の、これなんて読むんでしょうね、蟻出庫、蟻、なんて読むんでしょうね、このために、指示せられた。そこで軍神が共に協議し、上書の魏王、梁を立てて、首都した。梁は大祖敏の孫で、丹のいとこにあたっている。正弘20年、欽首梁、上慶は一隅に壁材するをもって遠慶に築き、移ってこれによる遠慶赤心府を改めて大公府となし、中都と号す。中慶海寧府をもって北慶となし、弁慶海宝府を南慶となす。あれ？遠慶と北慶は別ですね。遠慶が北京ですかね、今の。ちょっとややこしいですね、字が同じだから。弁慶海宝府を南慶となす。しかし手元の梁陽府を東慶となし、大道府を西慶となすこと、元のごとし、万官の地を分かって重四郎となし、総監府を置く。正弘20年、欽首の梁は、上慶、すなわち海寧府があまりに国の一角に偏りすぎているというので、遠慶に都城を築いてここに移り住むこととし、遠慶赤心府を改称して大公府といい中都と号した。そこで中慶海寧府を北慶と改称し、中慶が北慶になってるんですね。弁慶海宝府を南慶、南京と改称した。そして元の梁陽府を東慶と称し、大道府を西慶と称することは従来通りである。また番地、すなわち丘陵地と閑地、すなわち新領地と区分して14路とし、各路に総監府を置いて治めさせた。25年、新海出州、ちょっとこの前に注釈入れますかね。欽首梁、上慶は一隅に壁するをもって、ここの部分ですが、通眼項目によると、都城を遠慶に築いたのは正弘21年、その遷都は23年となっており、本書と年代に記述の相違がある。上慶はすなわち海寧府、今の吉林省の地、壁材というのは偏った遠いところにある。遠慶、赤心府、今の北京の地、中慶海寧府、海寧府は大定府の誤り、今の熱賀省の地、弁慶海宝府は今の河南省海宝府の地、梁陽府は今の遼寧省遼陽の地、大道は今の山西省の地、漢は万里の長城、以北、いわゆる湖と言ってた恵比寿の地で、金の丘陵地、漢というのは長城以南の地、宋に侵入して得た新領地。十四路、十四の路というのは、上慶、官兵、華北、山東、東西、大名、加東、華北、華南、慶長、昭陽、富遠、ちゃう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 。
小慶、寛平、華北、東西、山東、東西、大明、華、東、北南、慶長、小、宝生、富延、慶元、林東、以上。総監府は総督府、その地方の軍事行政をすべつかさどる役所。次。25年、新海出師、甲斐政を取ること18年、終わりに臨んで、なお大獄を起こし、己に異なる者、長春、李光、古院ら、53人を殺さんと推す。幸いに、甲斐、病んですでに処するあたわずして、免るを得たり、新海、晩季節、凍死体、鎮光白、出宅、相次いで将となる。正康25年、新海が死んだ。新海は宋の政治をつかさ、取ること18年の久しきに及んだが、死に際になっても、まだ重大犯罪事件を起こし、自分の反対者の長春、李光、コインら53人を殺そうとしたが、幸いにも新海が病気になって判決文を書くことができなかったので処罰を免れた。新海の死後、新海、晩季節、凍死体、鎮光白、種宅らが引き続いて宰相となった。注釈、大獄というのは、重大な犯罪事件、そのため多数の犯罪者が捕らえられること、安政の大獄とか日本でも言いますね。31年、金創の教文至る、去年の冬をもって護国城に処す、年60。正康31年、金創皇帝崩御の報知が、知らせが宋の朝廷に到着した。帝は去年の冬に捕らわれのまま護国城で葬られたのである。御年60歳であった。教文は死去の知らせ、悪い知らせ。次。金首領、弁慶を治む、けだし南進を経営すること、幾年なり、かって使いの来るによって、密かに学校を増し、臨愛の山水上司旧嫉妬と解して、持って帰らしめ、死をその上に題する。馬を立てん、五三の第一報の句あり、この秋、移って弁による、ついに誓いを変えて、兵を挙ぐ、その母、勇、これを殺して、持って州を脅す、兵100万と号す、猥政の諸軍を陥る、公愛、節制、聖地師、隆起、王権を使わして敵を向かう、権闘竜出。すでに、ごめんなさい、王権、名前ですね。王権を使わして敵を向かう、権闘竜出。すでにして退き、帰って採石に走る、王至る、中外大いに振る。海に浮かんで敵を避けるの義あり、鎮光白、聞かず、小疑問に命じて死を惜しむ、中書舎人、愚陰分、軍事に参謀す。この年に、正康31年ですね。金州の領は、南都弁慶を修理した。思うに領が南方の宋に侵入を企て、図ってから、早数年が経過した。がって使者を宋の国と臨安に使わした際、こっそり画稿を一行の中に入れて、臨安の山水上司宮室を写生して帰らせ、自作の詩をその絵の上部に書き記した。その詩の句の中には、馬を立てん五山の第一報というのがあった。その句の意味は、今に南宋を滅ぼして我が馬を南宋の国と臨安府にある五山の第一報に立てようという意味。この秋に金首は弁慶に移り住み、ついに宋との盟約に背いて兵を挙げて南進することになった。金首の母の、都前太后、もしくは都丹太后ですかね、がこれを憂えていさめたが、金首は聞き入れず、母を殺して部下を脅した。時に金の兵は100万と号し、進んで宋の猥政の諸軍を陥れた。高愛節制節度使の隆起は、武将の王権を使わして金の兵を迎え撃たせたが、王権は途中にとどまったまま進もうとせず、やがて退却して採石まで逃げた。その知らせが臨安に到着すると、朝廷の内外は大いに震い恐れた。
中には会場に逃れて金軍を避けようとの議論もあったが、陳光博が不賛成を唱え、将棋門に命じ軍隊を取り締まらせ、中小斜陣の軍員分が軍事の参謀となった。注釈。こうなんか主客がこうあっち行ったりこっち行ったりしてる気がしますが、かって使いの来るによってという来るっていうのは、僧の人から見ると来るという、これは僧の人の記録だからそうなるんでしょうけど、金から言えば使いを使わすと、その使者の一行中に密かに画工を加えておいたのである。次、馬を打点五山の第一方、五山というのは宋の国の国都臨亜城内西湖のほとりにある山の名。第一方は最高峰絶頂を言う。馬を五山の絶頂に立てる、つまり宋を征服することを言う。今この詩の前句を、録すれば、万里斜所近道を号す。江南阿仁別の帝方あらにゃ。兵を挙ぐ百万西湖のほとり。馬を打点五山の第一方。次、聖地師は辺鄙の地の軍事を司る。逗留は一箇所にとどまること、滞留する。次、海に浮かんで敵を探るとは、船で海上に逃れ、敵を探るですね、ごめんなさい。敵というのは北の恵比寿である、すなわち金軍を避けること。中書舎人は天子の昇降聖職を司る官で、中書省に属する兼任ともに極めて重い官であった。続き、金妃と揚州を陥れて華州に赴く。竜騎章を使わして、これを総括林に破る。章あり、寄与して軍を返し、もっぱら工場を防がしむ。金主採石より渡らんと押す。朝廷、利権地をもって剣に飼う。しかして、いまだ至らざるに金人の船来たる。愚院分、速やかに水軍を得し、回収船をもって迎え撃ってし通す。金人、渡ることをあたわず、時に良、内変ありと聞き、また周氏の街道より来たる者はすでに利法の役所となり、しかして、慶楽の諸君、まさに上流より下ると聞き、怒ること甚だしい。すなわち、揚州に帰り、諸将を召して訳す。三日にして必ず渡らん。機を優ればことごとく殺さんと、諸将、ついに領を示す。金軍は揚州を陥れて華州に向かった。宋の大将竜騎は武将を使わして金軍を総括林に破った。時に曹操から詔が下って、竜騎に軍を引き返して、もっぱら長江沿岸の防備に当たらせられた。金主良は採石から長江を渡ろうとした。宋の朝廷では利権中を王権に帰って防がせたが、利権中がまだ到着しないうちに金の軍艦がやってきた。そこで軍員分は急に自ら宋の海軍をすべ引いて、回収船という軍艦によって金の軍艦を迎え撃って死力を尽くして戦った。このため金軍は長江を渡ることができなかった。時に金主良は本国に自分を配して勝王を擁立しようとする内乱があると聞き、また金の海軍でカイロから進んだ者はすでに、宋の将軍李方に船を焼かれ、しかも慶州、学州方面の宋の諸軍がちょうど上流から下ってくると聞いて、ひどく癇癪を起こし、そこで一旦揚州に引き返し、部下の諸将を召して、3日以内に必ず長江を渡れ、もし期日を過ぎたらことごとく撃ち殺すぞと言命をした。なかなかこう凶暴というか、ところが屋律元義らの諸将は良の命令のあまりに過酷なのに憤慨し、ついに良を支持してしまった。総括林は今の江蘇省江都県の南30里にある。回収船は宋の戦闘艦、これを戦闘艦の一種とする説と、艦名とする説と2説あるが、今前者に従う。次に死闘というのは命がけで戦う。死線に同じ。死線をくぐる。ああ、死線の線はラインですもんね。この死線、死の戦いの方、死闘。
はい、慶と楽は共に襲名、今の湖南省の地。次。漁の引いて南するにあたってや、渤海の一軍背いて去る、すでにして勝を言うを、漁用に擁立す、漁の死を聞いて、ついに承継にいる、端を追試して貧相となし、漁を廃して改良王となし、送り出して陽という、陽は姓の孫なり、後に名を陽と改む、これより先数年、長春かって言う、金必ず名を変えんと、時の将当したいら、大いに驚き、もって京となす、ここに至って春たって健康に反たり、将、臨安より健康に行く、春迎えて越す。ええし、そのまたもちいらるるを見て、手をもって額に加う。金首領が兵を率いて南進した際に、渤海の一軍が背いて去り、間もなく勝を、言う。これも言うって読むんですかね。どういう字ですかね。勝を言うを、領用に盛り立てた。雄は亮が死んだと聞いて、ついに国都承継、すなわち延慶に入り、亮に指示された先帝丹に送り名を送って、貧相と言い、亮の帝号を廃し、改良王となし、送り出して陽、煬帝の陽と言った。この陽っていうのが暴虐という意味。雄は大宗貧の孫で、後に名を陽と改めた。これより数年前に宋の長春が勝って予言して、金はきっと盟約を破って我が国に攻めてくるであろうと言った。これを聞いた当時の宰相の董氏らはびっくり仰天し、長春は気が狂ったと言って取り上げなかった。ところが予言が的中したので、長春は起用され、健康の長官を兼ねた。帝は臨安から健康に行かれた。長春は出迎えて帝に謁見した。護衛の兵士たちは長春が再び用いられたのを見て、手を額にかざして長春を望み見て喜んだ。こうなんか待ってる動作みたいですね。次。32年、この前に注釈入れますか。渤海は、今の、河南省創建、擁立は助け守って成立させる、盛り立てる。承継は延慶、すなわち中都のこと。次、追試は死後に送り名を送ること。追贈の追と一緒ですかね。次。健康に反たり、反。高い官の人が低い官を兼ねること。次に、衛士。近衛の兵士、手を持って額に加う、手を額にかざしてその人の来るのを望み見て喜ぶこと。次。32年、将臨安に帰る、近使来たる、使いを使わしてこれに奉旨しむ、また和議を継ぐ。夏6月、将内膳し、退いて、特需給による。在位36年、改元することに、いわく、建炎昭公と、皇太子立つ、これを、高宗皇帝となす。32年に、帝は臨安に帰られた。すると、金の使者、高建中がやってきて、和睦を申し入れた。宋からも使者を金に使わして、その返答をさせ、また和議を続けることとした。夏6月、帝は、内々に位を譲って、特需給に、退去された。在位36年、年号を改めること2回、建炎昭公という皇太子が位についた、これを高宗皇帝という。注釈。
和議を継ぐ、尋ねるという字で継続する。内前は天子が位を譲ることを広く国の内外に発表せずして、宮中で内々に位を譲ること。ああ、この内はそういう意味なんですね。秘密ってことないですけど、その発表しないっていう意味でないなんですね。はい。前回はそういうふうな意味というよりは、むしろ皇太子に譲ること、皇帝の帝室の中でみたいな、そういうような意味で「うち」と言ってるのかと思いましたが、そういうわけじゃないんですね。はい、というわけで以上で、講座を終わります。それではまた後ほど。ありがとうございます。ごきげんよう。